正気な忘れてた。やばい。何時起き？43分起き。寝起きはね、パッと起きれますよ。けど眠いのには変わりない。声が出やんくらい。これ目を覚ましましょう。寝起き悪いくはないな。あと目覚ましも一回で起きる。あと喋れるし、ただめっちゃ眠いなぐらい。けど今寝ろって言われたら寝れます。起きれた私を褒めて。すごい。私も二度寝するか。これ終わったら。そう、カーテンはね、さっき開けました。暗いところだったら顔見えないから、カーテン開けた。皆さんは今日仕事ですか？おやつ食べたい。もうすぐ家出る。そっか。お仕事です。お休みです。今日から休み。もうすぐ出ます。仕事中です。これから休み。おー、いろいろあるな。わ、目覚めてきた。今出勤中。眠くならない？これ大丈夫？ありがとう、見てくれて。パルはね、散歩待ち。大丈夫。久しぶりに7時台に起きた。だってこの前まで11時半とかに起きちゃう。2日連続で11時半とか。そう、熊にね、いろいろと借りてるんです。昨日は2時ぐらい。今日の朝ごはん何にしよう。サラダかな。
眠たい。5時間睡眠で眠い。4時間の方が起きれる。うん、おはよう。トマトは昨日全部食べちゃった。指ハートキュンです。ポケットからキュンです。チークワシ作ったの。そう、結構ショートスリーパーです。髪の毛バサバサでパッツンにしたからね、前髪はねまだマシなんです。でもでも応援動画出します。来週恒例の、はあ、いいじゃん。お前の髪の毛はそうせやな。で目覚めてきた。二度寝するのも応援動画出してから二度寝します。応援動画楽しみ。やった。仕事行ってきます。バイバイ。暑いの。さっきちょっとクーラーかけただから。絶対二度寝する。眠いもん。集団行動得意。普通。眠い。7時に起きると眠くないですか？なんか6時の方が眠くないもん。そんなことはないんやけど。どっちも眠いけど。眠い。ほら、もうクマもできてないわ。そろそろ仕事行ってます。いってらっしゃいませ。これでサスピンじゃなかったらびっくりするでしょ。反対に。お腹減ったな。お腹減った。お腹減った。お腹減った。お腹は減ったな。お腹は減りました。太見えた。お腹は減りました。バイト戻るん、戻るとかあるん。
マジずっと夜勤やったん？そう、しゃべクラブもこうしております。いってらっしゃい。カレー食べたいな。朝からヘビーやけど。起きます。だけど目は開いてきた。いや、閉じるな。お腹鳴りそう。今日なら36度。嘘やん、暑。カレー食べれるよ。ラッシー飲もうかな。今日お昼ご飯は結構ガッツリ食べるからラッシーなのかな。起き上がれそう。お昼も夜も決まってません。朝も決まってません。けどガッツリ食べる予定。すぐ8時。この後は寝ますね多分。寝る以外に選択肢はあんまないですね。でも起き上がれそう。ちょっと扇風機が寒いわ。よいしょ。夕髪、はあ、起き上がった。起き上がった。まだベッドから起き上がってないけど起き上がった。いつもこうやってね、損挟まってるんです。起き上がる。
首でも結構なやっちゃうんです。私なんか無意識にやっちゃうねんな。口の色なむくんでるか今思った。まあそうでしょ。お腹減った。5日連続そうなんです。ナンバ鉄砲隊その9のね、投票期間が終わるまで毎日配信を頑張りたいなと思ってて、今んところ14に浴衣できたらいいかなって思ってて、15は朝メイクかヘアアレンジ配信やるかなって思ってます。おっぱ、そうでも14はちょっとお母さんが着付けしてくれるっていうのやったら浴衣で、無理だったらタンクトップ配信しますね。けど14ぐらいしか多分できやんから維持でもいいよ。来た、おはよう。起きると思わんかった。今日の寝起きは持ってますか？持ってるって何？持ってるとは何の音？エアコン？ほっぺが重い。けどさっきより目開いてきた。頭は回転してないな。基本頭回転してないんで。朝はもっと回転してない。なんかな。なんかあれ。配信しません。配信するとしてもインスタライブかな。嫌やけど働いてきます。いってらっしゃい。そうだよ、起き上がるって配信になったで。スピンでお話変えてほしい。ズーム漏れへんからな。何分までやろうかな。
分ぐらい。見て、すごい光漏れ。体温測ろう。タンクトップ見えるわ。で、もう光漏れ。あ、なった。6度0です。マネージャーさん6度0です。6度0です。スクショして、これ送ろう。6度0です。夜、朝って声低ない？私ね、結構ね、体温低いんですよ。末端冷え性だから。問題なし。イエイ。あー眠い。あー、すっごい顔した。眠いね。お腹減った。でも顔も洗ってないわ。パールちゃん、パルのあの声でいつも起きるかも。言うて、パルの散歩もまだですね。今から行かなきゃ。もう8時10分だった。そろそろ動こう。動かないわ、寝る。別に動かないわ。では皆さん、出口優衣なの朝起き上がるまでどうでしたでしょうか。もう多分絶対こんな配信、またなんかショールームでの戦いがあるやらなさそう。ではお仕事の方はお仕事頑張ってください。お仕事じゃない方は一緒に二度寝しましょう。ただこれ終わったら応援動画は出します。えらツイッターは先投稿します。では次、私を見ること時は多分中間発表なので、明日は中間発表終わってから配信できたらしたいなと思ってるな。ではでは、いってらっしゃいとおやすみなさい。バイバーイ。